で、僕、この音大嫌いで 絶対に使ってないんですよ で、まあなんで嫌いかっていうと、なんかいいなとかっつって、割とだからそうやって、まあ僕が言ってることほとんどだからなんかこう NG 出さない人なんですけども、珍しくものすごい、とかって言って NG 出されたっていう、もう、すっごい珍しいことなんで、すごく覚えてます。楽曲解説、アルバムブレイクスルーの10曲目、最後の曲ですね。スターダストトレイン。ウィキ先生によると、歌詞の内容は不倫を歌ったものとなっていると。はいはい。イントロのキーボードは後に追加された。はい。これね、今、久しぶりで聞いて思い出したんですけども、頭のこの、ピアノ。これの音色はですね、基本的にその、デジタルの、おそらくだから SD1D かなんかかな？なんかそういうコルグのやつと、DX のフルティーンズみたいなのを混ぜたっていう。こういう、この当時だからこういうアコピとかの音の感じとかっていうか、まあピアノで入れるっていうと大体もう基本この音だったんですよね。で、僕この音大嫌いで 絶対に使ってないんですよ で、まあなんで嫌いかっていうと、みんな使ってるから それだけのことなんですけどね。で、これ、キーボード入れた時僕行ったのかな、いなかったのかな、なんか知らない、ミックスの時に来たのかな、なんか頭にこれつけられて、なんか自分の世界を汚された気分になって、もうめちゃくちゃエゴもいいとこなんですけどね。なんか自分の美意識の中で、こう自分のな綺麗な庭作ったのの中で、人がなんか違うところちょっとだけがなんかこう自分で作ったみたいな、そんななんか気分がなんかありましたね。なんかね、だったらね、言えばいいのにね、言わないんですよね、なんかね。でもそれをなんかふと思い出しましたね。はい。なかなかね、嫌なやつです、私。で、このダンと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 ダンっていうこのベースライン。これね、松本さん考えたんですよ。なんで、なんかもう松本さんすごく、ここの、ベースラインにこだわりがあるというか、まあね、自分で作ったんで。なんで、このブレイクスルーのツアーの時かな。その時結構ベース、生のベースを弾き始めてて。まあ一番最初からね、なんかハーフトンレイディとかで、なんか一緒に、ベース弾いたりとか、まあ辺はだからまあステージングの感じで、そういう風にしてたりしたんですけども、この時は割と、ベースを弾こうというところで、なんで最初はなんかこれもやろうかなとかって思ってたら、なんか松本さんが、いや、このダンタ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 タとかっていうのはもうこの打ち込みのかっちりした方のがいいなとかっつって、割とだからそうやって、まあ僕が言ってることほとんどだからなんかこう NG 出さない人なんですけども、珍しくものすごい、とかって言って NG 出されたっていう、もう、すっごい珍しいことなんで、すごく覚えてます。なんで、まあ、それがあったんで、この、なんか、ベースラインっていうのはね、ああ、松本さん考えたやつだよな、って。まあ、確かに、だから、そういう、ダンと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 とって、打ち込みで、ベースで弾いても、まあ、違いますよね、きっとね、雰囲気はね。なんか、そこにすごくこだわってたりしましたね。まあ、だから、まあ、当時はね、だからもう、僕ね、まだ、その3年ぐらいベース弾いてなくて、ちゃんと弾けてなかったから まあ、しょうがないっていう部分も、しょうがないっていうのかな。僕は悪いですけどね。はい。そんな感じです。あと、そこのダーンとダーンだから、タケタタンタタンタンタンみたいなとこ。このシーケンスもね、確か、松本さんが考えたような気がする。もしかしたら、だから、その以前言った、その、隣の部屋、なんだ、サウンドジョーカーっていう名前だったかな。そういう名前をつけてたかな。そこでなんかデモ作ったのかな。なんか、その流れでそのデータ使ってみたいな感じ。わかんないっすけどね。この辺までは。まあ確かに、だからもう、ブレイクスルーの時っていうのはまだ売れてないんで。なんでまあ、本ちゃんっていうかな、そういう、プリプロみたいなのを、本ちゃんのスタジオでやってるような予算の場合ではないぞ、みたいなのはあると思うんで、そうなのかもしれません。はい。で、この、キックのパターンなんですが、ドンタントンタトンとダントンタ、そのパターン。っていうのが、サビでもそのまんま行くと、ドンタントンタドンドタントンタンだと、3拍目の頭にキックが入ってないんですよね。なんだけども、サビは3拍目の頭にキック入った方が、ヤン、ドゥー、スリー、フォーってので乗りやすいっていう、そういう僕の中に美学があってっていうか、まあそういう、ヒットのためにはそっちの方がいいっていう、信念があって。なんで、こう、ドンタントンタドンドタントンタンってのが、ドンタントンタントンタドンドタンみたいな、なんか、そういう風な風に変えてますね。だから、割とこの手のリズムパターンってのは、未だにだからそれは踏襲してて。まあ、それで当然だからベースラインもそうやって変わってくるじゃないですか。まあ、ただだから、コード進行とか中声してると、ベースはそのまま先行して、ベースとキックが合ってないっていう。もうそれは僕はもう、定番というか、そっちの方がいいと思ってるんで。なんでそういうふうな作り方しますけども、ここはだからそういうふうな基本的な考え方ですね。ただ、なんかダンチダーン、ダンタタダンの、ダンチダーンの、ダンチダーン、
二つ目の音の長さとかがなんか、ドンツドン、あっって、スネーのところで僕切るのが僕のなんか芸風なんですけど、切ってないってことはもしかしたら松本さんが入れてきたデータなのかな。でも、そういう時代ではないのかな。でも、チャ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 ン、チャチャとかっていうのは松本さんが考えて、ベースラインとかもなら基本的には考えてるから、もしかしたらその辺のデータっていうのは松本さんがその家で作ってきた。だそういう時代だったのかもしれないです。ファーストアルバムとかはだから基本的にもう、半分以上の曲が松本さんが家で作ってきたデータをそのまま使ったりってパターンなんで。なんで、その辺はなんかいろいろ。どうなのかなと思うけど、なんかゲートタイム、そのデュレーションの、まあなんか、僕、これなんか違うな、みたいな部分もすごい感じました。はい。なんか以前言ってたなんか、青山さんがタムタビングしたの、この曲です。ごめんなさい。これのなんか、ブリッジの部分、ワンクラス目とツークラス目の間、ここの部分に入ってますね、思いっきり。はい。失礼しました。なんか今聞くと、サビの、シンセの感じが割と地味ですね。なんか、チャンチャンチャンとかっていうのをなんかね、なぞればもっとパーって明るいなんか感じになるのになと思って。まあその前だから、B メロとかでなんかチャイーンっていう僕がだから今とか、まあなんか後にサビ用に使ってる曲、音色っていうのを使ってるんで、まあそこで使ってるからなんか手がなくなってるって部分もあるんですけども、なんかね、今聞くとなんかそんな気がします。はい。別に全然デジタルつもりはなくて、うん、後悔してるんですね。珍しくこれ割となんかまともなというか僕の好きなというかカットアウトなんかエンディングですね。これもライブではチャカチャチャンじゃーんってやってたと思いますけども、ね、ベースラインとギターのリフだけ残すみたいな、まあかっこいいですよね。なかなかそんな感じですね。だから、ブレイクスルー全体だとまあこんな感じだと思います。はい。スターダストトレインの名前、ウィキ先生だと、ファンから人気が高く、ブレイクスルーツアーの時には唯一演奏されてないんだ。で、プレジャー19は、だからなんかやったことは覚えてるんですけどね。へぇ、そうなんだ。ブレイクスルーツアーでやってないんだ。なるほどね。まあ、全然。あ、うん、なんかね、まあそろそろだから楽曲解説も終わりなんで、もうネタ尽きてきてるんで、そういうサポートミュージシャンとの対談とかして、いろいろなんかツアーの話だったりとか、まあ当時の話とかもなんかしようかなとかって思ってたりします。ぜひだから、そういう感じで、またお楽しみにって感じです。はい。そんな感じでした。はい、これブレイクスルーのもう一個前だから、次はバトコミュニケーションですね。はい。そんな感じで、今日もありがとうございます。またコメント、ご質問、ご要望をお寄せください。よろしくお願いします。ありがとうございます。この話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えると、なんかいろいろといいことが起こるので、なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。もしこの動画を気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。